皆さんこんにちは、ワールドラバーマーケットのシャーです。今回紹介する動画のテーマはこちらになります。一人でできる超基本練習について紹介していきたいと思います。今回の動画なんですけれども、先日千葉の超名門校、千葉経済大学附属高校さん、まあ、女子なんですけれども、そちらの合宿の方にお手伝いに行かせていただいて、まあ、実践して効果のあった内容になります。で、どういうことがあったかっていうと、まあ、女の子、女子生徒さんでバッグをまず裏ソフトを使ってました。裏ソフトを使ってたんだけれども、どうしてもこうボールの捉え方があんまり上手じゃない、上回転をしっかりかけれないっていうことがあったので、まあ、先生の方がじゃあなかなか上手にできないんだったらアタックエイトに変えてみようっていうことで、つぶつぶ、まあ半粒みたいな感じですね、変化系表のアタックエイトに変えました。そこでもやっぱり全然入らなくて、どうしたらいいかわからない、どうやって練習したらいいかわからないってことで、ちょっと考えて、その練習を実行したら簡単に上手くなったので、それをちょっと紹介したいなと思います。で、実際どういうことをやるかっていうと、すっごく簡単です。まあ、ボールを自分で持ってもらって、自分で球をついて、まあ、いろんな基本打法をやってもらうというような形です。まあ、現在今こうやってショートやってるんですけども、まあ何でもいいです。こうやってつっつきでもいいですし、こういうふうに自分で球をついて基本打法をやってみるということですね。とりあえず自分もうやってみてだったんですけれども、まあ、びっくりするぐらい感覚が良くなった。あ、自分で球を打つっていうのはこういうことなんだっていうのを、まあ、その女の子の生徒に分かっていただいて、もう本当に2、3球しか続かなかったのがいきなり20球とか30球続くようになったので、これは本当に非常に効果のある一人基本練習だと思います。で、今回はガネ君にも協力していただいて、ガネ君に、まあ、シェイクバック粒でちょっと練習してもらって、まあ、やっぱり本業じゃないんで全然入らないんですけれども、ちょっとこの練習をやっていただいて効果を実感してもらったので、ちょっとそちらのプレイ動画をご覧いただきたいと思います。これさ、シェイクバック粒ちょっとできる、ポンポンって、はい、こんな感じ。いや、もうポン、これその感覚でちょっと続けてください。少し感覚良くなってる、やっぱり。良くなってる。なんとなく入る感じわかる。
ょっと今のあるよね。ごめんなさい。あとはそのなんか自分でこう合わせたり待ったりとか、微調整。はい、プレイ動画いかがでしたでしょうか。まあ、この練習法の、まあ、いいところというか考察なんですけれども、なんでこれが上手くなるために、まあ、効果のあった練習なのかというところなんですけれども、やっぱり自分で球打つっていうのはどういうことなのかっていうのが分かるっていうところだと思います。こうやって球をついた、こういうふうに上からついた球っていうのはもうエネルギーがない。こうやって触ったら、まあ、その触った分しか飛ばない、まあ、全然飛ばない、飛ぶっていうような形で、自分がどういうふうに触ったら球がこういうふうに飛ぶんだっていうのが分かるような練習法だと思います。まあ、その以前ラケットを動かさない技術、動かさないことが大事なこともあるよっていう紹介した動画もあるんですけれども、これも球をついて自分がラケットをどういうふうに動かせば、球をどういうふうに取れば球は飛んでいくのかっていうのが分かるような練習なので、その、まあ、初中級者であったり、あとは、まあ、線形変更をした時、裏から粒に変えたとか、まあ、表から裏ソフトに変えたとか、そういった時に非常に役立つ練習法だと思います。プレイ動画の中では、まあ、10球とりあえずやってもらって、ガネ君にこうまたラリーをしてもらってるんですけれども、やっぱり結構20球、30球、まあ、50球とか多くやればやるだけ感覚っていうか、入る、あ、こういうふうにやれば入るんだっていうのが分かってくると思うんで、やればやるだけ、まあ、いい練習というかになると思います。で、自分自身も千葉経済さんの合宿に参加させていただいて、とりあえずやってみた練習がこんなに効果あるとは思わなかったので、そのぜひ皆さんにも参考にしていただきたい内容だと思います。ありがとうございました。